今日の一問糸ですね。介護支援分野。居宅介護支援という単元になります。居宅サービス計画について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。原案段階では利用者及びその家族の生活に対する意向は含めない。原案段階では利用者及びその家族の生活に対する意向は含めない。というふうにありますが、これは誤りになります。 アセスメントを通して利用者さんやそのご家族の意向ですね、まあ、ニーズであるとかそれから希望であるとかそういったものっていうのは聞き出しているわけですよねであるならばそれを、まあ、それがまず軸になりますから利用者本位というのがありますからねこれは当然にプランに位置づけるものになりますから、まあ、原案にも位置づけるということになりますでこの説問では原案段階ではというふうに言っておりますけれども 本プランもも原案もこれは同じになりますので、えー、本プランになることを想定して原案というものは作りますから、まあ、原案とその本プランというもののフォーマットが違うとかっていうことはありませんからね、えー、全く同じになりますので、まあ、そういう認識というのも合わせて持っておくといいかなというふうに思います。でプランに何を位置づけるかっていうことなんですけれどもプランにはまずこの利用者さんと家族の意向というものを盛り込むわけですね。 でそれから他には総合的な援助方針というものも位置づけます。総合的な援助方針。そしてもう一つは生活全般の課題ですね。生活全般の課題。まあ、いろんなニーズですね。場面場面において、まあ、いろんな課題がありますからそういったものも記載するということですね。そしてその横に目標というものを記載します。まあ、目標というのは 長いスパンの長期目標と、まあ、短いスパンの短期目標とありますけれども、まあ、その目標というものを記載してで目標には必ず達成時期というものがありますからこれセットになりますのでその達成時期というのも記すとそしてそれを達成させるために、まあ、どんなサービスを使うのかというサービスの種類そして内容ですねでこのサービスっていうのは介護犬サービスだけを言っているわけではないです。 もちろん訪問介護とかデイサービスとか福祉用具とか、まあ、そういったような介護券サービスも位置づけますが、まあ、インフォーマルサポートをですねボランティアさんとか地域住民の活動であるとか、まあ、そういったようなインフォーマルサポートなんかも含めこれは記載するということになっておりますですので項目として挙げるならまずは利用者家族の意向ですねそして総合的援助方針そして生活全般の課題そして目標と達成時期 そしてサービスの種類と内容というこの5つの柱でなっているというところですね。これを押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、居宅サービス計画について問うている今日の問題ですが、原案段階では利用者及びその家族の生活に対する意向は含めないというふうにありますが、これは誤りになります。今日の一問一答の解説は以上です。